かダメに。もしもし、カイトだ。今お前のスマホに石松の写真を送ったぜ。じゃあな。これが石松ね。で、グレーのスーツに手袋か。ここならビルから出ていく人を見張れるね。ラボの場所を突き止めたらそのまま中に突入することになるけど、準備はいい？ああ、大丈夫だ。カイトさん、こっちは準備 OK だ。木戸に電話をかけさせろ。了解。おう、名演技を頼むぜ、センター長さんよ。聞こえるか、サボ。木戸の電話はうまくいった。これで石松が動くはずだ。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。杉浦もいる。任せてくれ。怪しいな。なんだ。グレーのスーツに手袋。あいつだ。気のせいか。
ゴルしてるね。ああけど挙動不審なおかげで分かりやすくていい。すぐに向かいます。
シュリー。とっくの昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。俺だ、カイトさん。場所、分かったか。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。ああ、行こう。あ、うん、行こう、八神さん。暗いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。行こう、八神さん。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫か、ターボ。ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ？なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。
んなところに水たまりが。しかもこの扉開かねえし。だから言ったでしょ、慎重にって。くっそ、この靴気に入ってんのに。そうだ。